ああ、こういうとこ。あぶっ、ええとこや、琵琶湖。これなんかどういう意味があるんですか。ケルンって山にある、みんなこんなのがあるな。おはようございます、谷さんです。谷さんは体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。僕にできることは誰にでもできるということで、今日はですね、トレイルです。トレイル、久々にトレイルらしいトレイルに行きます。前初めてトレイルした時のメンバーとご一緒させてもらいます。いや、緊張しますね。皆さんトレイル行ってます？ちなみにいる場所は大阪山って言って、この前の豪雨であのちょっと土砂崩れがあって、1号線なんですけど、まさかの通行止めっていう場所に来てます。今走ってきたんですけど、滋賀県側じゃなくてあれですね、山品側が崩れたっぽいですね、どうやら。いやー、でここの大阪山のここ今いるとこなんですけど、だいたい1200年前からあるみたいですね。だから古い道なんですよ、ここ今1号線ですけど。あ、ありがとうございます、すいません、破れてはないんで。ありがとうございます。どうぞ使ってください。よかった、ほかそうと思ったよ。いや、まあ、よかったです。ありがとうございます。このワークマンのやつ捨てます。うわー、ええとこや。この木漏れ日がまた美しい。この前は陸があるし、今回は奥行くんじゃない。あ、もう大丈夫なんですか。あ、大丈夫です。ちょっと違和感あるけど、どこ。すごい。あ、電磁波、電磁波を感じる。うわ、すごい。はあ。4人まとめて写真撮りたい。あ、いいっすね。ここちゃいますよね。なんか分からへんけど、ね。あんまり分からへんな。ああ、わあ、いいっすね。あ、怖い、もうすでに怖い。おお、あかん、俺も無理や。軽すぎた。力尽きた。あ、ツタケですか。何これ、 1アップしそう。うわ、滑りそう。よいしょ。
ーい。おはようございます。あー、ええとこ、ね、これ最高や。今のところは左行ったら1号線、こちらへの方です、出口の方です。ああ、今は最高や。あー、こういうとこ。あ、大丈夫です。ほっ、よし。うわー、なんかべちょべちょしてる。乗り越えられんかった。よいしょ。あれ、ええとこや。すごいですね、滋賀が。京都鉄道群どういう意味があるんや。これなんかどういう意味があるんですか。ケルンって山にはみんなこういうのがあるな、はい、目印で、ね、うん、でもそれを真似てここでもしてある。あ、ケルンっていう山の山にこういうのが、うん、目印、ね、多分、うん、分かんない。すごい頑張、なんか分からへんけど、ちょっと低くなってきます。
1.6 とかですか、大体。それもエアゲージですか。うん、これあのアナログ。あ、そうですか。パナレーサーから出てるんですね。そうそう、それ低圧専用って。そう、低圧のやつとか3キロぐらいまでしかないでしょ、これ。あ、で、大体下るときは。僕は 1.6 1.6 までしてます、一応あのタイヤのあれが 1.6。 それでは皆さん、良いトレイルライフを。さようなら。